こんにちは。食事で血管を出す専門家、柏原幸男です。ブレンド雑穀の特徴、使い方をご紹介するシリーズ。私が開発した時にどんな発想で組み合わせをしたのかということをこう、ね、ちょっとご紹介しているんですけれども、はい。ブレンドの中でちょっと特徴的なのが、こちら六穀の、体内トレーニングレシピというもの。これ食アスリート協会さんと一緒に開発をした雑穀なんですけど、実はかなり人気で、よく動いているみたいですね。はい。これはもう体内トレーニングレシピという、そうなんです、スポーツをする人に向けた、内容になっています。はい。で、スポーツをした時、体の細胞がいろいろ壊れる、筋肉の細胞とか壊れて、でそれを食事で補った栄養が材料になって新しい細胞を作る時に体がいい状態になるわけですね。なので運動だけではダメで、その後のちゃんとしたこう栄養摂取がないと、まあ、運動はむしろ体を壊しますのでマイナスになる。壊した後にいいものを作るというこの、ね、作業があって、初めて運動はプラスになると思ってください。なので運動と、適した栄養を体に入れるということはすごく重要なことになりまして、なかなかですね、運動を頑張ってる人たちに食事の部分が足りてなくて、体調悪くなったり怪我をしやすかったり、頑張ってる割には効果が出てないという人が多いんですよ。これトップレベルの人でも、もともとの運動能力高くて素晴らしいのに、栄養の部分がうまくいってなくて、いまいち効果が出てないなんていうこともとてもよくあって、まあ、それをいろいろ食事を工夫してやってもらうのってなかなか大変ですよね。で特に自分で食事やってる選手なんかだとすごい難しいし、学生さんなんかもお母さんがやってるっていう場合には、こう簡単にできるということが大事かなと思って、ご飯に入れるだけの雑穀だと簡単じゃないですか。そんなに考えなくてもいいので、その時に運動で壊れた体内の細胞をリカバリーしやすいものっていうことと、あと運動して呼吸が増えますね。酸素をいっぱい使うんですよ。呼吸が増えると、これはいい面、消費が上がるといういい面もあるんですけど、もう一つ、体内の酸化が進む、活性酸素が発生して体内の酸化が進むというデメリットもあるわけですね。ということで、運動する人ほど抗酸化力が高い食事をしてほしいというのがありまして、まあ、そんなところも含めて、壊れた細胞を修復して、新しく筋肉なんかもちゃんと作り直しやすい栄養の土台を作る、そして体内の酸化を防ぐ抗酸化力という、この観点を重視して組み合わせを作ったのがこちらの体内トレーニングレシピ。はい。こちらはですね、そばの実が入っているので、そばアレルギーの人はちょっと残念ながら食べることができないブレンドにはなりますけれども、そばアレルギーがない方、運動している方、あとは筋トレをしている方、ここだけの話、小さい子で言いますけど、プロテインより効果的ですので、ちょっとご飯に入れてご飯をしっかり食べる。あ、ポイントはご飯に入れててもご飯の量が少ないと効果が薄いですからね。はい。これはぜひ運動のお話をしている動画の回も見ていただくと、運動と食事っていう関係性がわかるかなと思いますので、合わせてご覧いただけたらと思います。はい。それではブレンドのご紹介、以上となります。ありがとうございます。